皆さんこんにちは、デイジーネイルです。本日はこちらの鬼滅の刃ネイルをすべて100円ショップで売られている材料で作ってみたいと思います。それではどうぞ。はい、それではまず炭治郎のデザインを作っていきたいと思います。使用するカラーはセリアジェルのダークグリーンとブラックを使います。ではまずダークグリーンを塗っていきます。ダークグリーンは一度塗りで仕上げていくので色を均等に塗っていきます。はい、こちらをライトに入れます。はい、ではこちらブラックのカラーをパレットの上にのせて使っていきます。使用する筆はこういった細めの筆を使って描いていきます。ではまず3等分に線を縦に描いていきます。次に横の線を描いていきます。はい、ではこちらこのマス目の中を塗っていきます。では一つ開けて塗ります。はい、こちらをライトに入れます。はい、ではこちらをノンワイプトップコートで仕上げていきます。はい、ライトに入れます。はい、
こちらで炭治郎のネイルデザインの完成です。はい、それでは次にねずこのネイルデザインを作ってみたいと思います。ではベースにこちらホワイトのカラーを塗っていきます。はい、ライトに入れます。はい、では2度塗りしていきます。はい、ではライトに入れます。はい、ではノーワイプトップコートを塗ります。はい、ライトに入れます。はい、では次にこちらのセリアさんから売られているシールを貼っていきたいと思います。この柄が少しねずこの柄に似ているので使ってみたいと思います。はい、ではこちらをまずこの爪の長さに合わせてカットしていきます。少し長めに切ります。はい、ではこちらを貼っていきます。ではサイドと根元に合わせて貼っていきます。ではこの余分な部分をカットしていきます。はい、カットの仕方はファイルを使います。ファイルを90度に当てて下に削ります。はい、シールをこんな感じに貼ります。はい、ではパレットにこちらゴールドのカラーをのせます。このシールの端に線を描いていきます。はい、こんな感じでライトに入れます。はい、ではこちらをノンワイプトップコートで仕上げていきます。はい、ライトに入れます。はい、こちらでねずこのネイルデザインの完成です。はい、それでは次にあがつま善逸のネイルデザインを作ってみたいと思います。それではまずマスタードのカラーを塗ります。はい、ライトに入れます。はい、2度塗りしていきます。はい、ライトに入れます。はい、それではパレットの上にマスタードのカラーとスカーレットのカラーをのせます。はい、ではこちらの2色を混ぜていきます。はい、では好みの色が出来上がったら塗っていきます。ではまずこちら3分の1ぐらいのところから塗っていきます。一旦筆を拭き取って境目部分を叩いてぼかしていきます。はい、では一度ライトに入れます。はい、では二度塗りしていきます。
では次に半分ぐらいのところから塗ります。はい、ではまたぼかしていきます。はい、ライトに入れます。では先端にも塗っていきます。では4分の1ぐらいのところを塗っていきます。はい、ライトに入れます。はい、では次にホワイトのカラーをパレットの上に出していきます。はい、ではこちらのカラーで模様を描いていきます。はい、ではこちらの細い筆を使って模様を描いていきたいと思います。はい、こちらをライトに入れます。はい、ではこちらをノンワイプトップコートで仕上げます。はい、ライトに入れます。はい、こちらで吾妻善逸のネイルデザインの完成です。はい、では次に胡蝶しのぶさん風のネイルデザインを作ってみたいと思います。ではまずパレットの上にホワイトのカラーとマスタードのカラーをのせます。はい、ではこの2色を混ぜます。はい、では混ぜたカラーを塗っていきます。はい、ライトに入れます。はい、では2度塗り目はこちら下の3分の1くらいのところを塗っていきます。はい、ライトに入れます。はい、では次にこちらミントのカラーをパレットの上にのせます。はい、ではミントのカラーを真ん中にのせていきます。はい、ではこの下と上の部分を叩きながらぼかしていきます。はい、では一度ライトに入れます。はい、では次にこちらピンクのカラーを塗っていきます。
では上の残りの部分に塗っていきます。境目は少し叩きながらぼかしていきます。はい、では一度ライトに入れます。はい、では次にこちらブラックのカラーをパレットの上に出して使っていきます。はい、ではこちら細筆で模様を描いていきます。はい、ではまず根元の部分を塗っていきます。はい、では模様を描いていきます。はい、こんな感じで一度ライトに入れます。はい、では次にこちらのシェルを使っていきたいと思います。はい、ではこちらベースコートを塗ります。この黒い部分につけるので黒い部分にベースコートを塗ります。ではこちらのホワイトのシェルをのせていきます。はい、こんな感じでライトに入れます。はい、ではこちらをノンワイプトップコートで仕上げていきます。はい、ライトに入れます。はい、こちらで胡蝶しのぶさん風のネイルデザインの完成です。はい、ではもう一つのデザインはせっかくなのでこちらのシールを使ってデザインを作ってみたいと思います。ではベースをホワイトのカラーで塗っていきます。
はい、ライトに入れます。はい、では二度塗りしていきます。はい、ライトに入れます。はい、ではノンワイプトップコートを塗ります。はい、ライトに入れます。はい、ではこちらにこちらの藤の花を貼っていきたいと思います。はい、ではこちらの蝶々も貼りたいと思います。はい、では次にこちらの藤の花もちょっと色が違うんですけれども貼りたいと思います。で、この余分な部分はカットしていきます。はい、ではこちらをノンワイプトップコートで仕上げていきたいと思います。はい、ライトに入れます。はい、こちらで完成です。藤の花のデザインなので山屋敷風のデザインが作れたと思います。はい、こちらで鬼滅の刃風デザイン5本完成になります。100円のアイテムでも可愛くデザインを作ることができます。皆さんもぜひ試してみてください。本日も最後までご視聴ありがとうございました。